ヤンググランプリを勝てて、そのまあ、今の心境じゃないですけど、ちょっと立ってみてどうですか、今年1年。今年1年ですか。うん、まあ、今年もまあしっかり結果残せるような年にしたいですね。うん、その昨年はだいぶいいところで、はい、ずっと安定はしてたかなと思うけど、やっぱりもう一個上 G1 というのが、はい。そうですね、やっぱり G1 で勝ちたいんで。うん、そこでやっぱり勝ち上がっていく難しさみたいなのも感じた1年だったんですか。はい、もう全然やっぱ自分の力でも及ばないし、その、まあ、考え方的なことでもまだまだかなと思ったので、今年はもっと頑張りたいです。うん、単純なそのやっぱり力を競うだけじゃないようなレベルの、はいはい、S 級の上の上の人たちっていうのは凄さというか、そうですね、やっぱり戦うと分かるというか、そういうもんなんですか。はい、分かる気がします。うん、そこじゃそこを、まあ、今年で埋めてというか、やっぱり G1 の準決や決勝にっていう、はい、それが目標ですね。あとはもちろん四国地区のこういう記念の舞台で、はい、うん、そしてちょっと11列で香川さんと原さんという地元勢との連携になるので、はい、だいぶ期待も大きい。うん、そして相手は久木原さんと近畿の山本直樹さんということで、はい、うん、3分戦になりそうです。まあ、しっかりあのラインで勝ち上がれるように頑張ります。うん、ちょっとうまく流れを作っていって、はい、楽しみです。はい、よろしくお願いします。お願いします。